はい、おはようございます。おはようございます。さあ、今日からね、今日はい、初出勤になります。イエーイイエーイ。はい、さあ、今日からね、ちょっと横乗りね、あの先輩方の横乗りに先輩方のね、横乗りでちょっとね、まあ積み込みやらおろしやらちょっと体験したいと思います。とりあえず今からね、はい、会社の方に行って、はい、準備をして出発します。まあ、今日はね、横乗りなので、まあ仕事を見るって感じですけどね。とりあえず行きましょう。今ね、朝の4時10分。おはようございます。さあ、待ち合わせの時間があるので、ちょっとペペッとね、行きたいと思います。よいしょ。行きましょう。いやー、緊張するな、初出勤。トレーラーの方はね、どうかな。もらう乗れそうなのかちょっと分かりませんけど、はい、ありがとうございます。とりあえずね、仕事的にはね、はい、仕事的にはまだなんて言えばいいかな、前のね、あのウィングトレーラーとはちょっと違うお仕事になっております。自分ね、今まで、まあ、トラックで輸送してきましたけど、全く初のね、関わりがなかった仕事になっております。まあ、ちょっとね、昔からね、気にはなってたんですけど、どんな仕事かなっていうね、感じの気になる仕事をやったので、もうね、ちょっと会社を変わる時にね、ちょっとそこへ聞いてみようって感じでね、電話したら、もう来て来てって感じでね、あのはい、すぐ採用してもらえたので本当助かりました。本当ね、ありがたいですよ。ちょっとね、いろんなところに聞かんとね、いかんかなとかね、思ったんですけど、もう話を聞きたいですって言ったら、あの電話越しでね、もうあの日にちすぐ決めてもらってすぐ話をしようって言ってもらえて、本当ね、助かりました。感謝です。本当感謝ですよ。会社のね、雰囲気もね、めちゃめちゃいいんですよ。本当、皆さんね、親切な方ばっかりで、本当ね、和気あいあいとした感じでね、仕事ができる感じなので。まあ実はね、今初出勤って言ってますけどね、まあちょっと前にもね、準備期間中にね、いろんな人と、会社の人とね、喋ったりとかね、で実はね、自分が乗るトラックはね、もう荷物はね、移し替えてあります。もうペペッとね、もう荷物乗せとっていいよって言ってもらえたので、もうペッと、すぐね、冷蔵庫、電子レンジ、カーテン、もろもろね、取り付けに行きました。まあ、その時ね、先輩方とね、いろいろ喋ったりしてね、本当に親切ね、いろいろ教えてもらえて本当助かりました。今日ね、乗るトレーラーなんですけどね、
ツーデフツーデフなんですよ、ツーデフ。自分ね、トレーラー運転手になってからね、あの前の会社の時からまあ、タンデフだけやったのでね、ツーデフなんてね、いつ、ツーデフトレーラー、トレーラーがね、初なんですよね。なのでね、どんな感じなのか、ちょっとワクワクですね。ちょっと運転させてもらいたいなっていう思いもありますけど、さすがにね、ここどんだけかな、もうトレーラーね、あの乗ってないですからね。前の会社ね、辞めてから、まあ、知ったか、あの期間が空いたので、どうやろうな、運転できるかなちょっと不安ですよ。でね、そんでまあ今日はね、通で普段ですけど、もうね、2デフの場合はね、あのシングルと違ってタイヤ1個分ね、あの前に出てるんですよね。いや、要は長いってことですね。ヘッドが長いのでね、ちょっと大回りじゃないとダメっていうのはね、聞いてるんですけど、全く未知の世界ですからね、ちょっと乗ったことがないので。方は本当優しい人たちなので、いろいろ聞いてまいりたいと思います。で、はい、でここであれなんですけど、まあ、仕事的の内容にはね、これがね、自分がやるのは、はい、チップ車、はい、なります。なので、あの木のね、細かくしたチップなんですけど、あれをね、運んでいくことになりました。多分ね、会社的にはね、材木の方もね、やってるので、もしかしたらそっちの方もまあ今後ね、やるかもしれませんけどね。もうね、なのでね、自分ね、今度あのペローダーのね、ペローダ車両系の5トン以上ってやつかな、3トン以上、5トン以上、あれどっちだかな、3トン以上、資格をね、取りに行かなくちゃいけませんはい、チップ車の方でね、使うらしいのでね、あのペローダー、大きいペローダー、リフトのね、免許は持ってるんですけど、さすがに車両系のね、5トン以上やったかな、は持ってないので、ちょっとね、その辺もね、まあ取りにね、行かせてもらえるので、ちょっとその辺もね、取りに行きます。しかも期間がね、5日間あるんですよ、5日間。ちょっとね、自分免許取っとればよかったなーって思うのがね、自分高校の時にね、車両系のね、3トン未満やったかな、あれ3トン未満、5トン未満のね、ちっちゃいサイズの車両系は持ってるんですけど、大徳がね、持ってないんですよ。でしかもね、その車両系持っとって、3トン未満の車両系持っとって、大徳まで持っとればね、2日間か3日間でね、できたんですよマジでかーっていうね、そんな5日間もね、行かなくても済んだんですけど、残念でした。なのでその辺もね、ちょっと車両系取りつつ行きたいと思いますよ。まあ資格はね、ほんといっぱいあるとね、いろんなところでね、役立つのでね、
ちなみにね、高校の時にね、まあ自分工業高校やったので、ガス溶接、アーク溶接、有機溶剤で車両系と、あと天井クレーンのね、5トン以下、3トン以下、あれちっちゃいやつ、その特別講習ってやつなんですけど、それをね、取ってあるんですよ。今まであまり使ったことがないですけどまあ工業高校やったんでね、資格はね、いっぱい取らせてもらいました。まあ天井クレーンのね、資格もね、ほぼほぼ自分ぐらいやったかな、その学校の中でももう取れるだけ取ってやろうって感じでね、取ったんですけど、で、あとね、今、前の会社か。前の会社でね、まあ、玉掛けも持ってるし、あ、リフトは前の会社入る前でもう20代の時に、20代 ?10 代。まあ、リフトの免許はもう持ってましたし、まあ、一時期ね、平車に乗ってたのでね、玉掛けが必要ってことで、玉掛けも、はい、持ってますし、まあ、あと車両系のね、でっかいのがあれば、あとはほぼほぼあれかな、大徳も本当はね欲しいんですけどね。まあおいおいかなさあ、ではちょっともうちょっとでね、ちょっと会社の方に着くので、ちょっと一日頑張っていきたいと思います。先輩方にね、習って今日一日行きましょう。ではお仕事頑張っていきます。はい、さあ横乗りも終わりました。ありがとうございます。いやー、終わった終わったなんとかね、チップの、はい、お仕事を楽しんできております。いやー、なんか新鮮でしたね。新しい仕事っていうのはかなり面白かったですまあいろいろね、これからまだ要領とか掴んでこないくちゃいけませんけど、楽しかったな。久々にトレーラーって感じでしたね。さあ、あとはね、今日は横乗り終わったので、あとはお家へ帰って、まあまた、はい、休んでいきたいと思います。とりあえずまたね、動画もちょっとちょこちょこ出していけたらなと思いますんで、よろしくお願いします。トレーラー楽しいわやっぱりトレーラーは楽しい。で、あとね、うん、もう新しい仕事っていうとね、もうワクワクしちゃいます。ワクワクしちゃうよってあ、では今回はここまでにしたいと思います。ではまた。